エルコレブランドで唯一池袋に拠点を置くアッシュ。さまざまな売れっ子ホストがいる中で、ひときわ目立つ源氏名のホストを発見。その名もサタデーナイト。ホストとは女性を楽しませる職業ではあるが、その特徴的な名前から察するに、相当明るくパリピなホストなのだろう。しかし注目のホストではありながら、彼の人物像は一切ひた隠され、ベールに包まれていた。一体どんなホストなのか、スタッフは興味に駆られ、彼に単独インタビューを試みた。彼の自宅でのインタビューでは、とてもじゃないがホストサタデーナイトの魅力は分からず、後日営業中の彼に再度インタビューを試みた。いらっしゃいませ。お疲れ様です。あれ、部屋目バッチリしてまいりました。ナイトさん。すいません、ナイトです。お疲れ様です。今日土曜日の夜なんで。はい、メゾンガンがやっぱり違うんですよ。もう接客入るんで、それはもうバッチリ切り替えます。ギラギラ状態。ギラギラ状態です。完璧です。よろしくお願いします。今日よろしくお願いします。よろしくお願いします。あれ、さっきインタビューをご自宅でさせていただいたじゃないですか。はい、全然違う人ですね。そりゃそうですよ。まあもちろんちゃんと部屋目もメイクもしてるんで、はい、はい、声もなんか張りがあるというか、まあまあ自宅だったんで、ね、そうですね。なるほど。さっきした質問を、はい、こっちでもしたらどう返ってくるのかなってちょっと興味あ、なるほど。それはもうプロとしてちゃんといいですか。はい、もちろんですよ。このナイトさんって、はい、ホスト始めたきっかけって何だったんですか。あ、もうお金稼ぎたいからですね。あ、なるほど。あ、潔いですね。あ、もうそれはもちろん、もともとモテたんで、もう適性的にも絶対この仕事だなっていうのは思ってない。ナイトさんってなんでホストになったんですか。ホストになったの、まあ、ホストやるにあたって、はい、やっぱ自信ないといけないじゃないですか。あ、そうですね。自信はありますか。自信は、今の僕はあります。自信はあったんですか。いや、なかったですね。全然喋れなかったですね。コミュニケーションも自信ありですか。自信ありですね。人と話すのは苦じゃないですか。苦じゃないですね。僕は結構万能型というか、接客のスタイルもお客さんに合わせて全部変えられるし、工夫してやってます。女性と話す職業じゃないですか。はい。女性と話すのはその得意だったとかあります。いや、得意かなと思ったんですけど、実際やったらそんなに得意じゃなかったですね。もう僕24時間ホストやってると思ってるんで。はい。じゃあもうメンタリティが何から変わるんですか。そうですね、もう起きた時から、あ、どうせ今日も俺かっこいいんだろうなと思って毎日起きてるんで。お客様に対しては、はい、もうどういう接客を心がけてますか。もうこれはもうそれこそ、まあその人の趣旨に合わせてっていうのが当然ですし、同伴とかも全然するんですけど、もうそれよりもお店の中でがっつり楽しませたいんで、なんかどちらかというとアフターがしたいからとか、そういう趣旨ではなくて、今日このぐらい楽しかったから、じゃあこのぐらいの金額に見合う接客だったなと思って、あの売り上げを上げてほしいなっていう形なんで、まあお店の接客はすごい頭フル回転させてやってます。1年やってるとコツとか掴んでくると思うんですけど。あ、はい。そこら辺どうですか。コツは、ごめん、あんまり今は思いつかないです。ご自身の目標があります。まあ1000万売ってからが基礎だと思ってるんで、まあ、1000万円は年内に売りたいなっていう。ゆくゆくはその店舗の代表とか後輩の面倒見るのとかも結構好きなので、そういうポジションになりたいなと思って。今の目標とかってあります。困っちゃったよ。まあ、困りますね、それは。自宅でのインタビューとは違い、陽気な顔を見せるサタデーナイト。営業開始。この日も、せわしなく宅に着くサタデーナイト。彼を指名のお客様からシャンパンが入る。はい、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 
こうやってあのね、あの撮影とかいろいろなところでこう担当の顔を出せてくれる子ってすごく素敵だと思うし、あのこれからも大切にしようと思ったんで、よろしくお願いします。一言だけ言わせてください。ホスト TV 最高、よいしょよいしょ。女の子には嘘つくなって言われたのがすごい印象的で、なるほど、どういうことですか。だからまあ僕に置き換えたら、あの昼間の自分に対して嘘をついてサタデーナイトを作り上げても、それはもうプロとしていいことだけど、ただ女の子をこう騙したりだとか、そういう悪いお金の使わせ方っていうのをするとやっぱりこう売り上げに波もできますし、やっぱり内面からにじみ出てしまうんだなっていう、汚い部分っていうのがどんどん大きくなっていってしまう。やっぱそこは女の子を明るく照らすじゃないですけど、自分のなんか闇の部分とか落ち込んでる部分っていうのは絶対に見せないです。だけどね、あそこ3人の社会なんだけど。3人組ですか。あ、全然行きます、行きます。ありがとうございます。全然任せてください。初回3人目の接客にサタデーナイトはどう対応するのか。